ブタモンだよ、デジモンの赤ちゃん。かわいい、産毛が生えてるね。生まれたからね。これも赤ちゃん？ヒゲを生やしたおじいさんみたい。そんなこと言ってかわいそうだよ、れっきとした赤ちゃんさ。この子はプニマ。わ、プニプニしてるね。なんだろう、カードが入ってる。ノデノデって誰を？デジタマじゃない？じゃあしてみる？
こ行くの？ジョクラギアサバンナまで。ピョコモンたちの村があったろ。ミラモンが守っていた村だね。今の話をしに行ってくる。心が一つになったとき、島が元に戻るかもって。バラバラになった島が元に？予想だけど、俺はそう信じたい。うん、僕も信じるよ。気をつけてね。お兄ちゃん。選ばれし子供たち、選ばれし子供たち、倒す。タケル、レオモンだ。え、タケル、こっちに。レオモンだなんて、どうしよう。レオモンも元はいいデジモンなんだ。だから黒い歯車の力を取ってあげたら。でもどうやって聞こえるかガキ。どうせビビって隠れてんだろ。出てきやがれ。オーガモンもいる。出てこないとこいつらとこの街がどうなっても知らないぜ。どうしよう。バタモン、この黒い歯車を外せられれば、きっとオーガモンと戦ってくれるはず。でも、もし僕が失敗したら、タケルを守りきれるんだろうか。選ばれし子供たち、倒す。しまった！タケル！うん、近くにまで来ていたのか。ああ、もうデジモンの子供たちも逃がしたぜ。何？さあどうする、オーガモン。ありがとう、お兄ちゃんと一緒に助けに来てくれて。お互い様だろ、気にすんなって。ありがとうな、太一。お前の協力でタケルを見つけられた。いや、それはお前がタケルのために必死で探したからさ。本当にありがとう、太一。選ばれし子供たち。レオモン、お前はいいデジモンのはずなんだ。黒い歯車に負けるな。また黒い歯車だ。うわ、選ばれし子供たち、倒す。Thank you.
ガフレーム、うん、黒い歯車が両門から出ていかない。どうすればいいんだ。太一さん、こうしろ。ミミ、すごい情報があるの。聖なるデバイスの力を掴んだんです。聖なるデバイス、空から降ってきたそのデバイスよ。これか。聖なるデバイスは暗黒
刻の力を消すんです。よし、俺がやる。選ばれし子供たち、倒す。今だ。俺も。私はまずい、ガキどもが。聖なる力が勝った。冗談じゃねえ、俺一人であいつらにかなうわけねえだろ。いつの頃からだったか噂が流れ始めた。世界が暗黒の力に覆われた時、別の世界から選ばれし子供たちがやってきて世界を救うという。それで俺たちは選ばれし子供たちってわけか。だけど証拠はないんだろ。選ばれし子供たちはデジモンを進化させる力を持つという。もしそうなら暗黒の力を消滅させれば僕たちはこの世界に不必要になる。何言ってるの、小四郎くん。つまり元の世界に戻れるかもしれないってことですよ。本当に？だが、そのためには暗黒の力の中心にいるデビモンを倒さなければならない。やろう、みんな。奴を倒さなきゃ生き延びることはできないんだ。そうですね。それに僕たちには聖なるデバイスもあるし。ミミも頑張る。怖いけどお家に帰りたいし。そうだな、やるしかないな。私も協力しよう。よし、決まりだ。